まだ余裕だぜ。クリア。こんなの楽勝よ。やったクリアだね。やったアースナーうわ、勇気、いきなり飛びついてきてびっくりしたよ。やったな、キイト君。ああ、俺もさすがに疲れたな。ちょっと、キリト君までもたれかからないでよ。そうだよ、今は僕がアスナを独り占めしてるんだからね。ぬぐ。アスナさん、シューネさん、みんな、お疲れ。いやー、まさか本当に勝っちゃうなんてな。みんなすげえ頑張ったもんな。特に手伝ってくれたアスナさんとキリトさんには本当に感謝ですね。ああ、二人のおかげだな。そんな、私たちはほんの少し手伝っただけだよ。みんなの力があったから。ああ、それにクラインたちにも感謝しないとな。私はどうなったんだろう。大丈夫、ちょうど今無事シャムロックに勝ったってメッセージが入ってきたよ。よかった、本当にみんなで掴んだ勝利だね。無事に終わってよかった。いいえ、まだやることが残っています。え、なんだ。打ち上げしましょう。打ち上げ、攻略が成功した後は打ち上げに決まってるじゃん。やろう、どーんと盛大にさ。出発してから打ち上げをするまでがイベント攻略ですからね。なんで遠足みたいになってるのさ。わかったわ、やりましょうか。そうと決まったらまず酒だな。樽で買おう、樽で。樽買ってこい。なぜ力なら鉄の方があるじゃないですか。樽二つをかけたのか。おっさんかよ。偶然そうなっちゃったんだよ。そうだ、打ち上げにクラインたちも呼んでいいよね。もちろん、僕もちゃんとお礼言いたかったんだ。打ち上げは大人数でやった方が楽しいしな。
ええ、あの方々も含め皆さんがいなければボス攻略はできませんでした。ですからドロップしたアイテムは全部お渡ししますね。え、あ、別にいいよそんな。しかし、じゃあその代わりに一つお願いがあるの。ん？私をスリーピングナイツに入れてくれないかな。私ね、ギルドに入るのが怖かったんだ。昔いたギルドで私副団長をやっていてね、みんなをしっかり引っ張っていかなきゃって張り切りすぎちゃって、そのせいで仲間に厳しくしすぎちゃったり辛く当たったりばかりしてた。キリト君たちと出会ってもっと肩の力を抜いていいんだって知ったけど、ギルドに入ったらまたあの頃の厳しい自分に戻っちゃうんじゃないかって怖かったんだ。でもスリーピングナイツのみんなとはそんな心配事を忘れちゃうくらいすぐに打ち解けられた。アスナ、それにね、私もっとあなたたちの強さのことを知りたい。ぶつからなければ伝わらないこともある、そうやって道を切り開ける強さ。あのねアスナ、前にも言ったと思うけど、僕たちスリーピングナイツはそれからはみんななかなかゲームには入れないと思うから。うん、分かってる、それまででいいの。私勇気とみんなともっと仲良くなりたい。それくらいの時間はあるよね。ごめんねアスナ、ほんと。そっか、うん、私の方こそ無理なお願いしてごめんね、ユキ。あの、アスナさん、私ごめんね、急に変なこと言って困らせちゃって。打ち上げするんだったよね。おそうだった、大事なこと忘れるとこだったよ。みんなを集めるとなるとまた後日の方がいいかな。無理って来てもらっちゃったしね。そうだね、そうしよう。うん、そうだね。アスナさん、キリトさん、攻略を手伝っていただいて本当にありがとうございました。お友達にもよろしくお伝えください。ああ、わかった。では今日はこの辺でお開きにしましょうか。うん、また打ち上げの時にね。おう、じゃあね。行っちゃったか。なあアスナ。キリト君、私ね、やっぱりなんでもない。さあクラインたちと合流しよう。まずはちゃんとお礼言わなくちゃ。アスナ、勇気たちに伝えた思いは本物だろう。でもアスナが抱えているものは、アスナ一体どうしたんだ。
必要なことはあるかしら。うまくいったわ。他にやりたいことはある？よーし、始めるわよ。うまくいったわ。いつでもいらっしゃいね。ピナは相変わらず元気だな。それにしてもエール王にピナもコンバートすることができてよかったよな。はい、 SAO で手に入れたアイテムはエール王にコンバートしてきた時にダメになっちゃいましたけど、だけは残っててくれて、またピナと会えて本当に嬉しいです。そうだな、俺もストレージにユイとストレアが残ってた時は本当に嬉しかったよ。それで俺に何か用か？あ、そうでした。実はキリトさんに折り入ってお願いがあってきたんです。いきなりかしこまってどうしたんだ？何事かと思ったよ。本
くちゃね、ピナ。ピナもやる気満々みたいだな。それでどこのエリアに行くんだ。フロスヒルデなんですけど。フロスヒルデか。あのフィールド結構きついけど大丈夫か。頑張ります。シリカもピナも同じ反応するんだな。見てて面白いよ。よし、それじゃあ早速出発しようか。はい。ふぅ、たくさんモンスターを倒しましたね。シリカ、疲れてないか？今日はこの辺にしておくか？もらってますし、もうちょっと攻略したいです。そうか、あんまり無理するなよ。